三代目、三つ五郎の石川五右衛門文政三年三月、江戸中村座、老門五十三切り南禅寺三門の場、歌川豊国画。三代目、坂東三つ五郎とは、文化文政時代の歌舞伎役者。拝名は、是行、秀香、周歌、カ、シは大和屋。初代、坂東三つ五郎の子。安永七年、江戸森田座で、坂東三田八を名乗り初舞台を踏む。 天命二年には、坂東美之助と改めるが、その後父の死によって八代目森田間いよいよの養子となり、翌年二代目森田寛次郎となる。同年十一月森田座に若太夫として出て、その後、立役となる。完成五年には、坂東美之助を名乗るが、この頃から、江戸随一の和ご年と,と言われるようになる。完成十一年、二代目、坂東三五郎が二代目。 おいの伊佐ぶろを襲名したのを受け、三代目、坂東三つ五郎を襲名。深川長木が死に住んでいたので、長木の三つ五郎ともまた、長木の親方とも言われた。去年五十七、母書は東京都港区の増上寺。当たり役は、キャラ仙台萩の足利より一の谷二葉軍旗の熊谷直ザネ、厳平ののびきがきの斎藤サ盛など、時代物と世話物をよくし、 武道寺や力士を得意とした。また四代目、鶴谷南北と提携してその作による演目の多くに出演し、三代目、中村歌右衛門と舞台で芸を競った。また踊りにも火で、娘道成寺を当たり役の一つとしてたびたび務めた。三代目歌右衛門と共に変化舞踊も頻繁に務め、その多くの方が今に伝わる。 日本舞踊の五大流派の一つ坂道流の流祖でもある。弟の坂道四月木は四月木派坂道流の元祖で、その娘が祖宗の初代坂道四月木である。ある演目で小道具の張り子の茶碗の縁を爪では軸型を工夫していた時、裏方が気を利かせて茶碗を本物の瀬戸物の茶碗に変えたところ、瀬戸物を瀬戸物に見せるのなんてのは誰にだって出来上がる。 ハリコの茶碗を瀬戸物に見せるところが役者の腕ってもんだろうが、ようやく瀬戸物らしく見えるようになってきたところに、てめえ余計なお世話だと食ってかかった逸話が残っている。ありがとうございます。